皆さんこんにちは。今回の動画はビニールに包まれた景品の獲得プレイ集の第3弾、上から刺すというやり方を紹介していきたいと思います。ちょっとご覧いただきたいんですけども、こんな感じですね。上から刺して景品を下に落とすやり方を今日は紹介していきたいと思います。で、まあ、ビニール景品の獲得動画というところで、角掛け、そして角の部分を持ち上げる角上げというのを紹介してきましたけども、今回が一番、ベーシックな上から刺すというやり方になります。で、このポイントはですね、景品の一番高いところを狙うとまずはいいかなと思います。一番力が入りますし、下にこう押し出して獲得することができますので、この動画を今日はまとめてどんどん紹介していきたいと思います。はい、では早速見ていきましょう。ポイントはですね、ビニールに包まれているのでこうツルツル滑るんですよね。なのでしっかりと上から刺して滑らないところを狙う必要があります。こういう高いところが一番いいかなと思います。で、逆にですね、この平面の部分とかをこう差し出そうとしても、つるっと滑って力が入らなくなってしまうので、一番上のところですね、丸っこいところとか、なるべく平らなところを狙って上から刺すと、こういう風に力が入って取れるかなと思います。で、この景品もですね、一番上出っ張ってるところ分かりますかね、ここを狙うといいと思います。で、ビニール系の景品っていうのはね、滑りやすいっていうポイントがあるので、こう上に一気に持ち上げたりして獲得するのが難しくて、こうぬいぐるみみたいにね、こう景品を一気にこうグッと持ち上げてハンドで落とすみたいなことがなかなか難しかったりするので、これまで紹介してきた角掛けとか角の部分持ち上げたりとか、あるいは今回みたいに上から刺すみたいなやり方をしてですね、獲得した方がいい状況もあるので、ぜひぜひこの刺しという技もマスターしていただきたいなと思います。こんな感じですね。上から刺すと、取れますので、景品が、大体バーで、橋渡し設定になっていること多いと思うんですけども、あと、ちょっとしか乗っかっていないような状況になれば、上から刺すのが一番いいんじゃないかなと思います。さあ、これもですね、景品が上向いた時がやっぱポイントですね。横向きだと、平らな状態になっているような状況だと上から刺すの難しいんですけど、こんな感じで上向いているような状況になれば、この一番高いところをどんどん押し出していくといいかなと思います。あとやっぱ重要なのはアームパワーですね。今回紹介している景品も結構大きいやつが多いんですけども、この刺すやり方はね、上から押し出すので大きい景品の方が向いてると思います。というのもやっぱアームパワーが大きい景品だとある程度強くできているので、こういう感じでですね、大きいクッションとかタオルとかでですね、景品狙ってチャレンジされるといいかなと思います。角の部分を押すっていうところが一番シンプルな、やり方なんですけども、こういう形で結構取れますので、ぜひぜひ皆さんもチャレンジしていただければなと思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今回はビニールに包まれた景品を上から刺すというやり方を紹介させていただきました。これまでビニール景品のいろんな取り方を紹介してきましたけど、この刺しというやり方が一番ベーシックで、獲得率も高いと思いますので、ぜひぜひ皆さんも、いい状況が回ってきたらチャレンジしてみてください。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。